真実の口ローマの休日真実の口をモチーフにした、業務用占い機サンタマリアインコスメディン、教会シシハマビーチの真実の口真実の口は、ローマにある石の彫刻である。ローマのサンタマリアインコスメディン教会の外壁、教会の正面中廊の奥に飾られている。もともとは、フォロボアリオ地区の寺院内にあった、収水機の多いであったと考えられている。 刻まれている顔はわたつみオーケアノスのものとされる。手を口に入れると、偽りの心があるものは、手を抜くときにその手首を切り落とされる、手を噛み切られる、あるいは手が抜けなくなるという伝説がある。映画、ローマの休日では、グレゴリー・ペック・扮する新聞記者のジョーが、オードリー・ヘプバーン演じるアンゴを驚かそうとして、伝説に基づき悪ふざけで、真実の口に手を入れて、 抜けないという演技をした。この時ウブな王女はそれを真に受け、恐怖のあまり叫び声を上げ、あげくに泣き出してしまった。この真実の口をモチーフにした業務用占い機がイタリアで製造された。口の中にスキャナーがあり、手を差し入れることで手相を占い、その結果はプリントアウトされるという仕組みである。複製品がローマの三越店内にあり、 日本からの観光客を中心に写真撮影をしている風景がたびたび見られる。日本国内でも多数のレプリカが存在している。神奈川県小田原市の小田原駅前、東通り商店街や大阪市宮古島区の新京橋商店街の入り口にもレプリカが設置されている。実物よりもかなり大きい。大阪には他にも複数箇所に真実の口レプリカが存在するようである。 西伊豆沼津市の獅子浜ビーチの海底にもレプリカが設置されており、ダイバーの人気を集めている。大阪大学医学部附属病院では玄関に設置した消毒装置の利用者が少なかったため、人目を引くように外見を真実の口にした装置を期間限定で設置している。地獄の口類似したものとして、ビテルボ郊外の怪物公園には、 地獄の口という人が入れる大きさのものがある。ありがとうございます。